皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。はい、今回やっていくのはですね、バイクリーダーで本名は裏なんですけど、強化されたデス使っていきます。デス強化ちょっとびっくりだね。強化内容はデスソードの威力がまず上昇で、これだけでもね、そもそもまず強化すんのって感じだったんだけど、まあ強化されて、でもう一個がやばくて、歩いてる最中により奥の敵に対してスキルをね発動するようになったんだよね。要は遠目からでもスキルを打てるってことかな。認識合ってるかな。打ったスキルがより奥まで届くんじゃないよね。遠目からでも打てますよだよね、確かね。まあ、とりあえずとんでもなく強化です。そもそもデスは強かった。俺は S ランクあると思っていた、ずっと。だけど強化された。まあ、使用率が低かったのか、あまり勝率が振るっていなかったのか不明だけど、強化されたね。で、ここだね、問題は。ここも鍵は置くんだけど、爆むすめんどいな。シマリス置いて、で、爆むすと2枚抜きしたい。あー、2枚抜きできてない。すごく中途半端な感じになっちゃった。当たり方が。もう全然スキル打たないね。あのね、スタドラがね、なんかあんま気持ちよく打ってくんないんだよね。最近の悩み。で、多分これ裏多くなんだけど、多くね、てか、多くもそうなんだけどさ。で、多く強すぎなんだけどさ、多くもそうなんだけど、問題そこじゃねえな、これ。もうちょっとさ、スキルは？あ、そもそも、斜めすぎたってこと？倒してはくれた。で、おお、それ消えちゃった。はい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 。なんか、コロコロの爆発？それも強化されてるキャラ。そこはやってくれた。え、ですよ、は？直当てされたの、あれ倒すんだ、ノーム。えぐいね、それは。そこはこれ置いて、これはこれ倒せると思ってるんだけど、ちょっと運ゲーだけやめて、マジで。え、なんで2体抜けてくんの、これ。俺今、ビトガキで綺麗に押さえたじゃん。負けないけどさ。で、カニ思った以上にボコられてんだけど、何事？お、いいねです。あ、うん、すごいすごい。ここ前発動しなかった。このライン。前は発動できなかった気がする、今のライン。あ、惜しいね。惜しいわ。はい、ありがとうございました。で、オーク強すぎだろ。マジで。カニ削られすぎだろ、いくらなんでも。はい、行こう。お相手がハーピー。で、ハーピーなんで、バイクはハーピー苦手ですね。苦手ではあるんだけど、タイマーも勝てないかもしれないけど、あ、でもバイよりかな。コブリンがどれぐらい、コブリンがじゃなくて、バイクがどれぐらいコブリンを打てるか。で、まあでもね、得意ではない。ハーピーに有効なキャラを引いてあげたいんだけど、狛犬はどうなんだろうな。行ってみる？でもね、ハーピー進撃じゃん。タイマンで勝てないキャラだけで揃えちゃうと、痛い目見るんだよね。ディケイドでも多分勝てないんだよね。いや、勝てるかな。まあ、スキル、初手で打ってくれば勝てるか。その後着弾した後。いや、でも流れちゃう気がするんだよな。すれ違う気がするんだよな、スキル打つと。すれ違わないでくれれば2回スキルでも勝てるけど、まあ激怒だね。まあひとまずこれ打って、で、狛犬も切ろうか。1コストの狛犬切って、さあガチスキル発動。お、いいんじゃないこれ。これデス行こうか。さあスパーン。いいよ。ここは剣士でいいか。ひとまずね。デスで削ってけ。デスで削ってけ。ここね。おい、ダメージ入ってるよ。剣士で抑えてあげたかったんだけど、抑えられてないのと、なんか相手うまいことさ、あれ引いてるね。相性いい。デスじゃなくて、デスじゃなくてなんだっけ、イフリートと。ほら、負けた、タイマン。これが起こるんよ。これがね、恐ろしいんだよね。恐ろしいね。あれがね、あるんだよ。ドン。
スキル打てばここは倒せるんだけど、これね、打てば倒せるんだけど、この後だよね、問題は。よいしょ。で、ああ、殴り合ってはくれるね。ただ、もちろんこの後負けるからね。狛犬置いて、で、まあ、ドラブ行こうか。上も狛犬行くけど、ちょっと苦しいね、展開が。俺が、あ、でも相手、大型いない一本。え、なんで本気もダメだの、なんでどっか流しちゃったの。お、狛犬頑張ってる。ナイス一本、大型いないならいける。いいねー、なんとかなったね。あぶねー、これ上さくらちゃんかな。マクロスの可能性もでもあるか。マクロス虹だったもんね。やべ、剣士置きすぎた。落とさなきゃダメだこれ。10個触んねも落として。いやー、もう10個触んないわ。もう全然時間見なかった。まあ勝ったからいいか。ありがとうございました。できるとね、ハーピーに負けるんだよね、あんな風に。1、いやですね、間違いなく使用感爆上がりしてると思う。えぐい、これ使いやすさがね、段違いだね。なんか出しておいたら、今まではなんかピンポイントに切らないと、まあピンポイントに切るからいいんだけど、まあスキルがねうまく噛み合わなかったりとかしたんだけど、今ねこれ関係ないね。もう今のですわ、かなりいい感じに決めてくれるわ。これでいくか。対空がね、ちょ、マイマイは対空って言えないんで、猫か。21でいくか、21で。21でいって、で、裏技第一を置いて、裏技第、うん、第一でいいか。裏技第一置こうか、とりあえずね。裏技第一、大砲一発撃って、21でいくから、ワンチャン猫のとこ取れる説がある。取れるね。いい感じ、いい感じ、悪くないよ。アシュラ頑張ってるね。で、ここ剣士来てくれるから、壁になってくれて、で、マイマイがいい感じにバックして倒してくれるじゃん。問題ここだね。俺、この上のラインを攻めたいんだよ、俺、今。ブラブラで攻めたい。こう、ブラブラで攻めることができれば、いや、違うな。下だな、ブラブラ。下で行くか、下で行くか、下で行こうか。カンガルー2体持っていける可能性があるなら、全然下でも悪くないな。うん、悪くない、悪くない。あ、偉いね、2発目。でかすぎる。全部つの？やばすぎ。それはね、ブラドラちょっとやりすぎだね。やりすぎだけどめちゃくちゃ嬉しい。これとしてはとてもありがたいね。さあ、アシュラ、無双入れてくれてる。超強い。めちゃめちゃ頑張ってる。さあ、ここでね、硬直溶けて、アシュラもっかい行って、無双決めてくれてもいいんだぞ。まあ、決められなかったけど、シャークいるから大丈夫。で、シャークこれドーンってやるときにはね、硬直溶けるんで、いい感じだね。で、バイキン入って、デスソードも狙いたかったけど、なんか、噛み入っちゃったね。これ、前目に行ってさ、朝デスソード始まって、軽く上がってっからね、デスソード。前よりもね。さあ、こんな感じで、スキル打ってもらって、もう一発打てる？打ち切れないが、まあいいでしょう。後ろで出してもいいんだけどね。マイマイって置くか。一応ね。念のため。念のためマイマイしとくか。置かなくてもいいんだけど。あ、それバイク当たる？バイクに当たるのよくないなぁ。あ、最後コブリン切ってくれたわ。ダメージは入ってるね。ただ勝ちはあるけど、点差だな。はい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 。まあまあ、この試合はね、デスじゃない。ブラドラがめちゃくちゃ頑張った。間違いなく。ブラドラが超頑張ったね。ありがとうございました。1。なんか今日全然持ってないな、みんな。はい、それではね、続いていきましょうか。お相手リリスだね。で、リリス今季キャラグラやってるっぽいんだよね。で、しかも強化されたでしょ。小悪魔召喚時の、その、ダメージアップと、あと、空に対しての射程が伸びたのかな？通常攻撃の。
あ、めちゃくちゃいい調整。で、グリガーに対して受け、グリガーから受けるダメージ減少があるはずだから、グリガーでいかない方がいいね。あと今回ね、バイク使ってるんだけど、ちょっとね、バイクのデック設定にはしてないんだよね。しとけばよかったな。まあいいか。オール刺激だけど悪くないぞ。フォアガも強化されたんよ。フォアガの動画も撮りたいなと思ってんだけど、強化されて、強化内容が結構面白かったんで。リリース出てきたらさ、デスよりもフォアガの方がいいんじゃないか。このガタガタしてる鳥でデス自分から行きたくないしな、まだ。まあ、どうしても行かなきゃならない時は行くんだけど。さあ、ここどう行くかだね。まずは。2発撃とうか。よいしょ。確実にね。で、まず朝倉行って、ここ取れるじゃん。で、信頼行かなくていいな。まずこのバイクで様子見。で、デビル、うわ、すぐ即死入っちゃうの、きつすぎ。信頼出したいんだよね。信頼出したいから、おい、高速やめろよ、マジで。え、ダメだ。即死入りすぎ。うん、ドン。爆発。あ、ダメージ入ってるぞ、ダメージ入ってる。いいね、いいね。メギドのおかげで。上浮いてくれたから。熱いね。ディケイドも置いて、こう飛ぶ可能性があるから、ちゃんと置いてあげて。さ、潰されちゃったのは痛いんだけど、こっちデスだな。朝倉で壁張って、デスで対応したい。で、相手リリースだから、上に来るなら、すんよ。ちょっとキャラ使いすぎではあるんだけど、ドン。爆発ですが、ここで行こうか、フォアが。あー、よくないか、これ。どうだ？いや、これ上守れないな。そう、問題はね、それないよ。これ守れるキャラ存在しないよ。止めやすくなったらしいんだけど、いや、これフォアがミスったね。ガス砲。もう相手のキャラ多いから俺無理なんだよね。キャラ、ああ、マジだ。もうキャラゲーなんだよね。どっちにしろ無理。これ守れない。オール進撃のガタガタ通りではこうなるんだよな。無理やね。残念。はい。1枚迎撃いるだけで変わったね。まあでもしょうがない。ありがとうございました。あんま光らないからいいね。お、来たぞ、これ。お相手、サネシゲさんでグリガリーダー。あれ、デスでグリガに有利になったんじゃなかったっけ？そもそもの相性として。ちょっと調べてくるか。グリガ、グリガ、苦手なキャラ一覧。デス、受けるダメージアップ、与えるダメージアップ、あ、デスから受けるダメージアップ、与えるダメージダウン。いいじゃん。で、札は悪くないんだけど、さっき迎撃なくて痛い見たんだよね。でも、チビピクがね、迎撃っぽい動きできるから、これでいこうか。ダブルバイクしたいな。相手もダブルバイクだ。俺もするか。運ゲーでいこう。取れなかった方が不利になる、一気に。お、全部取っちゃった。運が良すぎるな、こればっかりは。スタドラ行きたいな、もう。うわー、そんな感じ。行かなきゃ。あ、どんどんどん。後ろきっついけど、なんとか見てもらうしかないから、ここです、ここです。さあ、相性よし。アンチキャラレッツゴー。なんか後ろとんでもないキャラが流れてきてる。デス上行かね、それ無理。いった。オッケーオッケー。悪くない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 。ここ殴り合ってくれたらめっちゃ熱いわ。で、こいつやべえキャラだから、こいつ倒して倒して、ここでこいつ倒せば、倒した後にアシュラも来て、
アシュラも食ってくれる可能性がある。はい、オッケー。いいよいいよ。おお、無双連発強いね。ただ相手もすごい苦しそうな感じだからこれはね、良くないね。剣士倒そうか。で、朝倉体力残ってるからもう一回ね、オーバーソウル打てればいいんじゃない。チビピクも置いて、これでも狙って剣士弾いて取って、ちょ、チビピクだとね、あの白傷の遅いんだけど時間まだあるからね、いいでしょう。というわけでこれ干渉いけるね。グリガに対してのデスの安定感やばいな、マジで。そもそもデス強いのに。ありがとうございました。サネシゲさん、うまっ美味しい。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。デスいかがでしたでしょうか。めちゃめちゃ強かったんだけど。でか、なんか、やばい。なんでこいつこんな強化されたの。そんなに弱いキャラじゃなかったけどな。デスオードの火力アップもね、すごい感じたし、威力上がったなって。で、スキルね、遠くからでも撃てるのやばい。前に行かなくてもいいってのと、もっとより奥から撃てるから、そう、熱いね。激熱。で、さらにグリガニアンチ？あれ、グリガアンチだったんだよね。やばくないか？モリモリじゃん。えぐいな。普通にえぐいな。しかもさ、今季バイクやってんじゃん。バイクに対してもさ、コブリンもミニデス化するから、とんでもなくカウンターになってんだよね。えぐいな、このキャラ。激熱ではある。で、有効なキャラが、クラーケンとかフォワドラなんだけど、まあ、フォワドラ有効なんだけど、バクムスとかね、アーチャーとか引かれた時に苦しい思いするから、そう、まあ、強いんだよ、フォワドラは。デスに対して有効なんだけど、そういう時に限って対抗引かれるんだよね。そう。でも、まあ、イカだったらまあまあ有効かな。有効ではあるけど、まあ、それでもデスは強いね。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。